どうも、ワトです。本日は派遣切り、5月末で契約終了、非常にきついというテーマで話していきたいと思います。見てほしい方は、派遣切りに合う非正規のことについて知りたい方、非正規が100万円貯めた方法を知りたい方、貯金が全然ない方、非正規の生活考え方を知りたい方向けの動画となっております。簡単に自己紹介します。自分は大学の就活時にリーマンショックの就職氷河期でなんとか就職するもブラックすぎて1ヶ月で退職。そこから非正規とニートの繰り返し、たまに正社員になるけど会わなくてすぐ辞めちゃって、毎週末地下アイドル現場に通って、20代は貯金もほぼゼロっていう日常だったんですけど、ファイヤーの知識を知り、今年から節約生活を実践していて、もうすぐ貯金100万円貯まる非正規ドルオタ34歳でボカロ P もやっているというものです。で、今現在自分は自宅から自転車で15分ぐらいのところにある町工場で、部品の簡単な組み立て作業を時給1400円でしているんですけど、で、先日そこの派遣会社さん の担当さんから契約の書類を渡されて、で、それが5月末までと記載されていました。で、1月下旬にも4月末までの契約ですっていう書類を渡されているので、めでたく契約更新です。2ヶ月ごとの契約ってことで、派遣の担当者さんから話を聞いているの で恒例行事って感じですね。で、釣り動画です、すみません。でも あんまりサボりすぎて勤務態度が悪いとか言われたり、工場自体の仕事がなくなって人いらないよってなったら、本当に5月末で切られるっていうこともなくはないですね。で、もし切られてもその頃には事故の慰謝料も入ってるし、で、失業保険も申請できるの で自分の生活スタイルから計算すると、年末までは無収入でも暮らせるのかなとは思ってます。でも今の仕事超楽なんで、できるだけ長くぶら下がっていたいです。で、何してるかっていうと、ドライバー使って部品をネジで止め続けたりだとか、金属の表面をのみで削ってちょっとデコボコしてるのを平らにし続けるとか、本当もう中学生でもできる単純作業をひたすら一日中やって、で、定時にきっちり終わって18時前にはお家に着いているという毎日を過ごしています。基本一人作業なので、ほとんど誰とも会話しないし、難しい仕事も嫌な仕事も任されないので、とても気楽です。日常でほとんどもう誰とも話してないので、声を出すということをもうこの場と、あと親とか家族とちょっと話すかなってぐらいで、人との喋り方 が全然分かんなくて、なんか声の出し方を忘れていて、で、ちょっとやばいなってことで、YouTube の方を始めたっていうのも一つの理由ですね。で、最近は Bluetooth イヤホンを片耳につけて、で、 YouTube でラジオとか、フェルミ漫画大学とか、あっちゃんの YouTube 大学とかの本要約系のチャンネルとかで、節約とか資産運用系の動画をオフライン再生リストに入れて、聞きながら作業しています。で、曜日ごとに好きなパーソナリティのラジオが聞けるし、勉強もできるし、本当いい職場です。もうラジオすごい面白いですね。月曜日は有吉さんのラジオ聞いて、あと、火曜日は乃木坂のラジラと、あとなんか沈黙の金曜日っていう弓木ちゃんがやってるやつとか、
あとクリーピーナッツのオールナイトニッポン、あとマジラブのオールナイトニッポン、あと久保しおりちゃんのオールナイトニッポンなんかを聞いてます。まあ、こうすると1日があっという間 で月曜から金曜まで一瞬で過ぎて、もう土日は作曲や YouTube の作業に没頭できるので、かなりメンタルが安定しています。本当仕事って大切ですよね。で、自分の場合は他人と会話しながらだとか、で誰かから見られてちょいちょい指示が飛んでくるとか、で自分のペースが崩されるような状況だと結構ストレスを感じてしまってやめてしまう傾向にあります。まあ、なのでもう刺身にタンポポを乗せるような単純作業 で一日中誰からも話しかけられないっていう今の環境がありがたすぎますね。で、今週から始まった作業なんですけど、他の人が部品にペンキを塗ってくれたのを持ってきて、でちょっとペンキがはみ出してる端の部分を削って、で綺麗にして、でパーツをネジ止めして他の工程に渡すっていう作業をしています。でこれがめっちゃ楽 で、まあ、20個ぐらいなら2時間で終わらせられるんですけど、もう先輩からまあ、そんなに早くペンキ塗れないし乾かないし、でやることもこの次ないからもうゆっくりやってくれって言われてて、で今もう1個やるのに半日ぐらいかけて、でただひたすら仕事をやっているふりをして、で座って、まあ、片耳でラジオ聞いてっていう風に過ごしてます。で周りのまあ、同じ派遣会社から来てる人もここ超楽ですよねって言ってて、20代後半から30代前半ので、僕ぐらいの人が多い感じなんですけど、仕事やることないんだけどどうしようみたいな会話するんですけど、もう適当にやってりゃいいんすよみたいな感じで、でその同じ派遣の仲間同士で、まあ、アニメとかパチンコの話とか雑談して、で笑いながら仕事してるんで、すごいいい環境だと思います。で社員さんもあんまり忙しくないみたい で周りの同僚と、まあ、話しながら、まあ、時間を伸ばし伸ばしやってて、で非常に緩い雰囲気で、もう誰も真面目に仕事してないっていう、もうかなり緩い職場ですね。で、まあ、この季節会社の出入り口付近に桜が結構十何本か咲いてるんですけど、でそれを昼休憩の時に社員さんとかが「ああ桜咲いてる」みたいな感じで携帯とかで写真撮ってたりして、もう。あ、いいじゃんみたいな、こういうちょっと季節の変化に気づいて写真撮れるぐらいのメンタルでやれてる仕事なんだなって思って、ちょっと嬉しい気分になりました。で、まあ、昼休憩の時とか、まあ、普通チャイムが鳴ったら持ち場を離れて食堂に向かうみたいな場合が多いと思うんですけど、ここではチャイム鳴る2分前ぐらいにもう出口に人が向かい始めて、で鳴るのを待っててたりとか、あと定時になった瞬間もう残業しない人はもうみんな即帰るみたいな立ち回りで、本当ライフワークバランスがとてもいい感じです。まあでもいいことばかりじゃなくて、まあ、もちろんデメリットもあります。まあ、まず1点目が非常に汚いっていうことですね。昭和半ばぐらいからある会社だと思うんですけど、もう更衣室の床がきしんでて、で今にも抜けそうになってて、で、あと、まあ、作業場も全体的にホコリっぽくて、他の人が金属加工に加工するときに煙が出るんですけど、それが結構臭いので、なんか頭痛くなったりとかしたりとか、あとトイレが
電脳空論場っていう、あの川崎にあったゲーセンで、もう潰れちゃったんですけど、もう台湾のスラム街を模したような内装で、なんだろう、広角機動隊の世界観みたいな感じのすごいかっこいいゲーセンがあったんですけど、もうそれのリアル版みたいな感じのすごい汚いトイレで、もう使うのをためらうレベルです。で、食堂もザ昭和って感じで、社食もすごいまずそうです。まあ自分は自炊してて弁当持ってるんで関係ないんですけど。で、2点目が、周りがおじさんだらけで若い女の子が皆無ですね。でもうほんと汚い、清潔感のないおじさんが9割を占めてます。で、中にはイケメンで若い人もいるんですけど、もうホームレス一歩手前みたいなおじさんがメインですね。でも自分もオタクなので、不思議と居心地はいいです。1月ぐらいにもう1回だけ自分の同じ派遣会社で20代前半の女の子が入ってきて、で自分と同じ持ち場だったんで、僕が仕事を教えてたんですけど、結構話弾ん で向こうから自分の趣味、エーペックスやってますとか、あと猫飼ってますっていう話題で結構盛り上がって、あ、これ楽しいな、この子と毎日仕事できたらいいなって思って、1日終わらしたんですけど、まあ、それが金曜日 で土日挟んで、まあ、月曜日になって、あ、今日もちょっと女の子と話そうみたいな感じで来たらいなくてで、あれと思ってたら、あの次の日も来なくて、もう一日で辞めちゃいました、その子。やっぱあの周りが汚いおじさんで嫌だったのかなって思いました。その一日めちゃめちゃ話弾んだんで、もう LINE 聞いとけばよかったなって思ってます。で、3点目が、まあ、いつクビになるかわからないっていうことですね。まあ、冒頭でも話した通り非正規なんで、もう急にもうこの更新で最後ねって言われる可能性がいつでもあるということです。で、派遣の担当者さんから入る前に1年前ぐらいの長期更新ではあるって聞いてるんで、まあ、今年いっぱいは大丈夫かなとは思ってます。まあ、去年の12月からこのお仕事を始めて、まあ、手取りがだいたい18万前後で、生活費が12、3万円なので、月5万円は投資に回せるっていう状況です。で、今までほとんど仕事続いた経験がないんですけど、まあ、ここならやれそうなので年単位で働いて資産構築していきたいと思ってます。最後に、このチャンネルでは非正規だけど100万円貯めた方法、非正規ドルオタ34歳のボカロ P がファイヤー目指す過程だったりとか、これから自分が知ってる、実践してる資産運用、節約情報、メンタルハック、ライフハックなどの情報をアウトプットしていきます。で、エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでチェックよろしくお願いします。欲しいものリスト公開してるんで、買ってくれた親切な方には感謝を動画でお伝えします。で、ワトって名前でツイッターもやってるので、よければフォローしてください。最後まで見ていただきありがとうございました。ニートでニートでニートでいたい、怒られるの嫌だし朝起きられない、もうニートでニートでニートでいたい、今日一日楽しかったって思える。